機を帯びて、いらぬものを淘汰した世界に幸せなど待ってはいない。いつの日か必ず俺はこの世界を変えてみせる。海賊は自分から政府や海軍を襲うことはないけど。でもあの男はまだ動かない。世界中の革命家たちの黒幕、バター氏の同胞、革命家ドラゴン。革命家ドラゴン、この男の思想は危険だ。5、6年も経てば我々世界政府にとって大きな敵となり立ちはだかるであろうことは明白であります。世界政府を直接倒そうとしている力がある。それが革命。その頂点に立つ男がドラゴン。彼は素性の片鱗すら全くつかめない謎の男だ。